ごい素敵。 BS テレビ九州男児をご覧の皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ミュージックフェアです。なんで違うか。違うでしょ。違うね。違うでしょ。考えても。はい。皆様ね、この九州男児という番組、今週から始まったわけなんですけども、このメンツを見てね、あれおかしいなと、そう思われてる方、いやおかしくない、大丈夫ですよ。正解です。実はこの番組、福岡にありますテレビ西日本という、テレビ局で2年間深夜帯でやっていた番組なんですね。ですから福岡の皆さんにとっては、あ、ここにお引っ越ししたんだってそういうふうに思われているはずです。でも逆に、いや、そうじゃないよという方は、そう、この九州男児、そもそもの始まりは他の BS なんです。この BS 局でやっていたんです。ですから足掛けもう5年ぐらいなのかな。ですから、そう、今久しぶりに見た方には、ただいまこういう番組なんですよ。で、この番組は一体どんな番組なんだとお分かりにならない方たくさんいらっしゃると思います、うん、そこで今日、今週はね、振り返り、ダイジェスト見せちゃうよ。なるほど。一体どんな番組なんだ、うん、もしかしたら、まあ期待裏切るかもしれませんが2回3回って見ていくうちにだんだん分かるようになります。ほら、チューインガムってそうだろう、うん、最初噛んでる時はだんだん味がよくって、噛んでるうちに、うん、どんどん味が出てくる。味がなくなるのか。なくなるね。ダメだね。ダメだな、うん、最後カスになっちゃう。そう、逆チューイングガムですんで、ぜひね、見続けていただけたら、なんかね、皆様のお役に立てるような番組になっております、うん、まずはダイジェスト版をご覧いただきましょうか。どうぞ。BS12をご覧の皆様、はじめまして、九州男児です。この度4月から福岡のテレビ局からお引越ししてきました。ローカル番組から全国放送へドドーンとスケールアップして毎週お届けしていきます。それでは、九州男児って一体どんな番組なのか、ご存知でいらっしゃらない方のために、今夜は番組のご紹介。これを見れば、九州男児を知らなかった方も絶対興味を持つはず。後半は新企画、デジノッツェプレゼンツ婚活の星、運命の場所で素敵なお見合い。それでは九州男児、いよいよ開店です。九州男児。九州男児は九州から日本を元気にを合言葉に、大将福田健二がさまざまなゲスト、九州で活躍している社長たちから熱いトークを聞き出す番組です。それでは番組の顔、屋台コーナー。福岡名物屋台で九州で活躍している社長たちが大将福田健二と本音トーク、熱い話に花を咲かせます。日本人の誇りっていうふうなちょっとね話でね、今例えば震災だとか、いろんな意味でこう日本人ってこうなんかすごくこう自信をなくしてるっていうところがあると思うんですね。で、まあ若者もやっぱり同じようになんかこう地方にこうやっぱり自分の住んでるところからあんまりこう中央志向じゃなくて地元にいようという意識が多かったり、まあなんとなくこう内向きになってきてる。僕は先日ね、台湾に行きましたんですよ。で、台湾の高雄っていうところに行きましてね、はいはいはい、で僕はまあご存じのお菓子関係 の機械をやってますから、はいはい、でそこのお菓子屋さんに行ってね、まあいろいろ話をしてたわけです。で、まあ、シャさんっていう社長さんがそのまあいろいろ話をしてる時にそのパッケージを見せてもらったんですよ、この袋を。お菓子の袋ね。だからそしたらね、その台湾ですよ、台湾の菓子袋にですね、フィレンツェっていう、まあ、ヨーロッパのフィレンツェっていう言葉が書いてあって、それはカタカナで書いてあるんですよ、フィレンツェって。で、俺これ日本の袋じゃなくてこれ台湾の袋でしょって言ったわけですよ。そしたらね、その社さんが、いや、内山さんねって、台湾はすごく日本をリスペクトしてるんだと。それでね、例えば僕らだったらこうフランス語だとかこう書いてあるとかっこいいと思う。T シャツで英語が書いてあるとかっこいいと思う。だからカタカナでね、日本語がフィレンツェって書いてあるとね、すごくね、いいものだと思う。だからあえて書いてんだって言われたんですよ。いや、私はね、それ聞いた時にね、ああそうかって、そんなにね、リスペクトしてくれてんだなと思うとね、逆にだからほら、日本人ってこう意外とフランス語書きたがるじゃないですか、ね、だから日本のカタカナをそうやって
ね、外国 の, ふあの要するにこう袋の中に書かれてる会社があるし、それをそうやって言われる方がおられるんだなと思うとね、うん、あのすごくそのまあ台湾に対して日本はいろんなことをこう戦後こう、うん、戦争もね、あの、はいはい、やってきて、あのすごくですね、あのこう親日の方が多くてね、あのまあそういう国もあるし、そうやって日本もやってきたんだってこともね、あの若者にも聞いていただいて、あのこう自信を持っていただきたいなと、あの僕ね、あの思うんですよね、うん、例えば円がですね、僕は若い頃は360円、1ドルに対して350円、はいはい、ね、でね、その頃例えばアメリカを目指した人は半年一生懸命働いてね、片道の飛行機代しか出なかったんですよ。半年働いてですよ。そうですね、でも今ね、円がこんなにね、なる強くなるでしょ、高い、高いでしょ。そしたらね、本当にね、みんな外国目指したらいいんですよ、うん、外国に行こうっていう気持ちになってやったらね、できる、あのできないことじゃなくてできるんですよ。なるほど。だからやっぱり本当に今のね、まあ若い方はその志をですね、やっぱりこう時代的な背景でね、こんなにあの円が強くなって高くなってるんだから、逆に外国に行ってね、いろんなことを学んでいこうってことを思われるとね、また違うシェアってね、違う見方がね、できるようになりますね。外出てね、出て今チャンスなんだから、チャンスだと思います。出てで日本を見てみると、日本のいいところ悪いところ全部見えるし、そう、で世界は広いなっていうのね、そうだからね、チャンスだっていう、要するにもう円が高いからダメだってことばっかり、負の要因ばっかり考えるんじゃなくて、これをねチャンスだと思うね、感性が大事。もう僕はですね、もう本当二十歳からこの整骨院の世界ですので、この業界にどうね、あの還元するかと、それ僕もカンボジアに整骨院作ろうと思ってるんですよ。おーおーカンボジアね、カンボジアすごいね。カンボジアはですね、やっぱまだ医療がですね、まだまあ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 、ちょっとね、そこまで行ってないんですね。だから僕らの骨継ぎっていうのはですね、まだね、いいですね、あの、うん、喜んでもらえるかなと思ってですね。じゃあそれ早く実現、はいはい、今年中には、今年中には頑張りたい。またその時報告して、はい、もちろんもちろん、お願いします。はい、もちろん。骨が入ったらね、どんな治療しますかと聞いたらね、うん、タイガーバーム塗りますって言うんですよ。え、どこ骨折れたらですね、そこら辺の木をね、当て木にしますって言うんですよ。まだね、まだまだその治療とか医療に関しては遅れているわけだ。でもあの国はもうどんどん今経済発展しようとしてるんですよ。だからやっぱり先にね、土建とかですね、建築とかですね、そっちの方がもうどんどん来るけど、医療がその次なんですよね。そうだよね。まあちょっと拡大しようかなっていう、希望をちょっと拡大しようかなっていうのがあるんで、あのさっきも話した、あのうちはホームページ屋さんなんですけど、あの元々そのホームページをやろうって思ったのが、あのやっぱり不景気不景気とかって言うじゃないですか、うん、で今日本あの、まあ、高齢化社会っていうのもあって、これから働き手の人口が減っていって、で産業の空洞化とかいろんな問題が将来もあると思うんですよ、うん、でもやっぱりウェブってやっぱ可能性はやっぱあると思うんで、あの地域、特に地方で、特にあのここ福岡でウェブの力を使って、いわゆる中小企業とか、うん、個人事業の方とかをどんどんこう元気にしていきたいっていう、単にホームページ屋さんをしたいわけじゃなくって、うん、まあ、微力ながらもあの、まあ、地域経済の活性化っていうものに、まあ、ウェブの方からお手伝いできればっていうのがあったので、うん、まあ、そういう意味でちょっとあの会社としてもちょっと、まあ、もうちょっとあの体制を、広げて、もっともっとそういうお手伝いができる形、うん、その基盤を、まあ、今年1年でしっかり作れればなと。私はあの中学から熊本に行ってまして、あの要は私立の中高の一貫校、うん、で、まあ、それから熊本から福岡っていう形なんで。なるほど、ね、元々何やりたかったの？あ、僕は起業したかったですね。おー、すごい。自分で予定通り会社を起こして、予定通り。だからその西南っていうのも、まあ、正直その西南大に行きたかったっていうよりは、うん、福岡に来たかったんですよね。あ、どうしてそれ？いや、当時ですね、まあ、それも高校生 の、まあ、あの時の考えですけど、あの東京とかやっぱり都会ですごいですけど、その時の自分から見たらある程度成熟してるのかなっていうイメージがあって、福岡ってこれからどんどんこう伸びてくるのかなって、その伸びてくる街で4年間過ごしたいなっていうのが、その福岡を選んだ理由なんです。待って、それいくつの時思ったの？18の時に。そのすごいです。でその大学の時から俺はいずれ起業するぞって、はい、うん、高校の時から思ってましたね。それやっぱり IT ですか？あ、いや、それは その時その IT とかっていうふうには思ってはいなかったですね。東京へは行こうと思わなかったんですか？その当時はちょっと思わなかったですね、はい、さすが
今は東京進出を考えてるでしょ。東京に行くことは考えてますけど、本社は福岡っていう感覚ですね。立派ですね。向こうに行ってだと本社を移してとかそういうことではなくて、孫正義さんを倒しても本社は福岡のままなんで嬉しいね。というかこの九州男児でね、はい、やっぱり九州から中心で世界を征服しようじゃないかという、はい、そのくらいのねやっぱ野望を持ってるね、はい、人じゃダメよ。どうですか木下さん、こういう若い社長ですよ。島田さん今何歳？37です。おお、じゃあこれからいよいよ。そうですよ、花咲きもでくるわけです。頑張ります。一つはね、その企業、システム論っていういろんな商品を値段を決めたりするじゃないですか。どういう考えで値段決めますかとか、それから会社がその自分のところの営業体制自分で持つ場合と誰かに頼む場合とあるじゃないですか、はい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 、どうして自分でやるとしたり他人に任したりするのかって、その考え方とかですね、というのと、もう一つは九州経済論というのを担当することになってまして、この九州が、まあ、いろんな県があるじゃないですか、全体としてどういう仕組みで成り立っているのかとか、それからこれからどうやったら九州が大きくなるのかっていう、これが私の一番やりたかったことですね。すごいね。それを4月から教えるんですけど、はい、新委員を新設しましたので、長岡の方にですね、CT も入れて、老人の介護の方に力を入れてですね、まあ、悪い意味家族から離された一人暮らしの老人のために先生が来たら楽しいよと言われながら健康管理をしっかりしてあげていきたいと思っています。いいですね。さっき言って我々がお世話に、いえいえ、まだ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 ですけど、もう70、80の方々は、私は死にたいという方も多いんですよ、ね、そこへ僕らが行って、ずっと普段から日常の健康管理をしてあげるという、それを当院でできるだけ多くの老人を守ってあげたいと、すごい、いうのが、最大の今年の目標です。受験勉強に関しては全員みんな一緒です。でその後にあるものに向かってどれだけ自分が努力できるか。だから僕の場合は浪人したり就職した後大学に行きましたから、どうしても医者になりたい、自分で働いてみて、これは親が医者でしたから僕も努力してこれから医者になりたい、で2年浪人しました。へえ、それは自分でなりたいと思ってたからでしょ。そうそう、なりたい。じゃあ学生からストレートでやってる時ってなんで勉強しなきゃいけねえんだろうって思ってた。そうそうそう、大嫌いです。ところが一回やめようと思ってレコード屋さんで働いてる時に一生懸命働きました。やっぱ僕は医者になりたいんだと。そう、やっぱり医者にならないといけない。まあ自分たちもそうだったのかもしれませんけどね、若い頃に、これだけは自信がありますっていうことを言える人が少ないですよね、面接なんかしててもね。僕はこれ負けませんというものがあったら、まあ、趣味でも何でもいいから行ってみてくださいっていうとないんですね。あ、うん、これだけは絶対負けないっていうのは、だから何かその人に負けないというものをね、必ず持ってもらいたいし、そうですね、だから何かに対する思いでもいいですよね。今何もできてないんだったら、それだけは人に負けませんと。一番思い出すのは、その自分たちで立ち上げた会社、そこに商社、大手の商社出資してもらった、で売り上げがまあ何十億になって、大手の商社がそれを何て言うかな、自分たちの、まあ、思い通り動かそうというふうに思えた時があって、それをまあ創立メンバーだったんで急先鋒で反対したんですよね。そしたら目つけられて、でまあ、それが原因で、まあ、そこは辞める雨になったんですけど、そこからですよね。だから要はもう信頼がなくなった状態で、まあ、前に一平卒の営業で歩いてる時に、国内のお客さんのところにこう回った時に、まあ、覚えていてくださって、そこからこう新たな仕事ができるようになったっていうのは、その時まあもう本当にどん底ですよね。どん底からまあ這い上がれた。その時にこうやっぱり世話になった方たちっていうのをちょっと思い出しましたね。うちの社長の話聞いてると、うん、当時、まあ、まだ30代の頃ですかね、会社をまあ10人ぐらいで立ち上げようっていう時があったんですけど、それこそ今でいうベンチャー企業ですよね、
でお金もないんですけど、ただなんとかしようっていう熱だけがあって、でそれをこう応援してくれるやっぱり、まあ、社長さんたちがいらっしゃってその会社を作ったんですけどね。今は思えばですね、確かにこう資本とか入れてもらってるんですけども、うん、その時のその損得勘定じゃなくやってもらったんじゃないかなっていうのも感じましたですね。でもね、はい、こういう屋台で皆様ね、違う職種の方、うん、で全く年齢も違いますけども、うん、何かいい話がね、うん、できて日本もっと明るくできたらいいなと思いますけど、うん、そのご尽力皆さんやってください、うん、オーナーじゃなきゃできないんです。いいですか、もうね、オーナーたちが元気じゃないとダメなんですよ、うん、いかがでしたか、九州から日本を元気に。社長たちの本音トークはいつまでも続きます。 BS12 日に引っ越してきてますますパワーアップした九州男児を皆様よろしくお願いします。うわ、ほらこれですよ。いやね、最高ね、素敵ね、ありましたね、本当にね。あった、わかりますか、うん、いろんな法人の方々が、うん、あの小さな屋台の中で、うん、もう日本のこと、うん、それから、まあ、九州を元にしたね、うん、大きな世界的なグローバル的なことをお話しされるオーナーばっかりで、うん、この日本はまだまだこれからいけるぞと。ですね、まさしく、まさしくこの福岡からね、そういうことです。ずわっとこう世界に向けてだよ。だって、そのリーダー的存在が中村社長、うん、そうなんですよ、うん、最近なんか手広くやられてるらしくてやめようよ、いたらまで言わなくていい、大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫普通で大丈夫。でもすごいな方でしょ、チャレンジャーよ、本当に。そうよ、チャレンジャーの意思から始まって常にチャレンジですから、チャレンジ、それですごいこれから楽しみね。石の上にも3年って言いますけど、社長は石の上にも3兆石の上に3兆円なんで目指してますから、ね、頑張っていただきたいなと思っております。デジノッツプレゼンツ婚活の星、運命の場所で素敵なお見合い。このコーナーでは今流行の婚活を徹底取材、結婚情報センターさんに協力してもらい、婚活をあらゆる面から徹底分析。これを見ればあなたも婚活したくなりますよ。まず番組が訪れたのは大阪。こちらで大婚活パーティーが開催されるということで潜入取材を敢行。果たしてどんなパーティーなのでしょうか。そこにいたのは人人人、300人を超す男女が出会いを求めて会場に。なぜこんなにも人気があるのでしょうか。秘密は婚活パーティーを仕掛けた会社にありました。この大婚活パーティーを仕掛けたのはノッツェブランドで有名な結婚情報センターさん。今回新たにデジノッツェを全国展開することになり、それに先駆けてのパーティーだったんです。今日は一番多いんちゃいますかね、僕来た中では。はい、なんか人数がすごく多くてびっくりしました。私こんな多いの初めて来たんで、はあ、出会いが少ないから、ね、こういう場合にちょっと来ないとなかなか出会いがないんで、きっかけ作りで、はあ、来てます。先輩たちが結婚やら彼女やら作ってたんで、まあ、羨ましいなと思って。大盛り上がりの会場、ここでデジノッツェイメージキャラクターの山城かなさんが歌を披露し、会場はさらに大盛り上がり。Thank you.
ここで驚きの発言が。で実はですね、今日一つ発表があるんですけど、山城かなさん現在23歳でございます。非常に若いんですけども、まあ、皆さんもそういう年代で来られてる方もあると思うんですけども、このデジノッツのイメージキャラクターを1年間していくということで、彼女自身もこのデジノッツに登録してですね、皆さんとお見合いできる機会を設けたいとこうおっしゃってましたので、これを機会に登録していただくとよろしいですか。はい。なんとデジノッツェイメージキャラクターの山城かなさんがデジノッツェを使って婚活？やっぱその馬が、まあ、出会いがなくって、まあ、こういった機会をいただいたので、私も真剣に相手を探したいなという思いから、はい、お見合いを初チャレンジしてみようかなと、はい、思ってます。あ、なんかこういう若い方でもいっぱい参加しやすいんやなっていうのをすごい印象深く感じました、はい、逆にやっぱりみんな同じあの目的を持って集まってる方ばっかりなので、ノッチさんっていう会社もあるし、そこの信頼度もあれば目的もちゃんとしてるしっていうので、やっぱり時間もね、そんなかからずに2人の道にこう歩いていけるんじゃないかなと思います。最後に一つだけ聞きますけども、はい、本当にデジノッテでお見合いをするんですね。はい、よろしくお願いします。山城かなさんの突然の婚活宣言で企画は思わぬ方向に。果たして山城かなさんの婚活はどうなるのか。ガチンコお見合い企画、デジノッツェプレゼンツ婚活の星、運命の場所で素敵なお見合い、また次週をお楽しみに。さあ、この番組まだまだね、これだけじゃない、この番組トークだけで終わっている番組ではなかったんです。あ、その続きはお名残惜しいとはございますが、また来週ということで、エンディングにまた素晴らしい曲を1曲、はい、聞かせていただきましょうかね、うん、お願いします先生。懐かしい気がする。おやすみなさい。